タクト君、オンプちゃんのレッツセーフコミュニティ。7日目、S プラス PDCA サイクルに基づく活動の事例その1。今日はガクト君が作ったデモ音源をみんなで聞いているようです。ズンチャチャカカの後にかっこよく英語を入れたいと。いいね、英語、英語。あ、1日目にちょっとだけ話した S プラス PDCA サイクルを入れてみたらどう？よし、S プラス PDCA サイクルの事例を見ながら確認していこう。そもそも S プラス PDCA サイクルっていうのは C、プラン、Do、チェック、アクションの頭文字を取った呼び方なんだけど、セーフコミュニティ活動はこの方法を取り入れてるんだ。今日はこの S プラス PDCA サイクルを活用した分野別対策委員会の取り組み事例を見てみよう。はじめに交通安全対策のケース。まずは C の S。 セーフコミュニティはデータをもとに怪我や事故の状況を把握することから始めるんだったよね。なのではじめに安全診断をします。交通安全の視点から見てみると、郡山の怪我や事故はどのくらいあるか、どんな事故が多いかを過去の事故データから調べるよ。安全診断が終わったら次はプラン。交通事故はどうやったら減らせるか、街頭活動などで注意喚起してみるなど具体的にプランを立てていく。そして Do、 プランの実践。交通安全の啓発や事故多発地点マップを制作し配布してみる。そして結果をチェック。成果の測定評価をしていく。自転車事故が多い高校生を中心にマップを配布して、高校生の自転車事故が減ってるんだ。そしてさらにアクションへ続くよ。高校生の自転車事故をもっと減らすには、交通ルールやヘルメットの着用を呼びかけたらもっと効果が出るかもっていう風に、さらに改善策を考えていくよ。そしてまた C の S から繰り返していくことを S プラス PDCA サイクルって言うんだ。なんとなくイメージ浮かんだ？じゃあもう一つ、高齢者の怪我予防のケースで見てみよう。まずは安全診断。高齢者の怪我の件数や種類、怪我をした場所の過去データを分析していく。データを見ると転倒や不慮の窒息など自宅での怪我が多いことが分かったんだ。じゃあ体力低下防止のために体操教室を開いてみよう。ということでいざ実践、生き生き100歳体操。ここではご近所さんとの交流も生まれるし、とっても大切な役割を担ってるんだよね。実施後はアンケートで参加者の声を集めたよ。安全安心活動を行っている人の割合が大幅に増えて、その結果怪我による救急搬送者数が徐々にではあるけど減らせてきてるんだ。その結果にもう一押し、さらに自宅での怪我防止のためにチラシも作って配布してみるという具合に改善をしていくよ。本当に小さなアクションでも、その積み重ねはちゃんと結果につながっていくからね。こうやって改善を加えながら S プラス PDCA サイクルを繰り返すことで、怪我や事故の減少につながっていくんだ。いつか郡山市が世界一住みやすい街として有名になっちゃうね。はっ、そしたら僕らも有名になっちゃうね。